い、今日はね白樺スノー壮行会に来てます。ここでね非常にかっこいいクローラーがいたのでちょっと見せてもらってます。2台ともトラクサスの TRX4 というマシンらしくてね、こっちがランドローバーのディフェンダーで、あっちがねフォードのブレイザーかなのボディで、こっちはかなりねスケールクローラーとしてかなりいろいろついてて非常にかっこいい仕様になってます。はい、こっちはねこっちのフォードの方はタイヤチェーンがついてます。チェーンはね、まあ、気持ち効くけど、まあ、雪だと多少効くくらいな感じらしいですけど、まあかっこいいんでね、これこれチェーン自作なんですか。自作です。ほほー、はい、これはね小さいチェーン自作らしいです。まあ男のロマンですよねこれは。はい、でねこのトラクサスこんな感じで非常にね、あ、全部樹脂なんですねフレーム。はい、トラクサスなんでこれ金属製のラダーフレームがいて、お、ちゃんとねアルミのアンダーガードとかいっぱいついてる感じで、あ、非常にかっこいいですね。はい、リア前後ともねこんな感じのフォーシングリジットのサスペンションで非常にクローラーっぽいです。ラダーフレームの上にねこんな感じでフェンダーのね樹脂のメカデッキというかねシャーシーが乗ってて、はい、こんな感じでモーターギアボックスメカ類バッテリーは中央に入ってます。いや非常にね実車っぽい感じでかっこいいですね。お、サスペンションストロークもかなりあります。はい、走りはねちょっと後で流すんですが、もう非常に実車っぽい感じでかっこよかったですね。はい、こっちのディフェンダーはねこんな感じで非常にディティールアップがしてあります。かっこいいよね。はい、あとねこれがタイヤがねもうウエイトが積んであるらしくてめっちゃ柔らかくてブニョブニョのタイヤでウエイトがあってめっちゃ重いです。でもってねこれがこれもめっちゃ重いんですが、はい、これがね自作のチェーンです。うん、これもかっこいいですよね。はい、であとはねこのディフェンダーウィンチがついてます。はい、このウィンチね後で実際動かしてもらうんで、いやこういうのかっこいいよね。はい、そんな感じでねスケールクローラー2台でした。非常にかっこいいんでね、僕もお金があればちょっと欲しいです。本気を出すと早いんです。あー、バッテリー終わった。もう終わった。ちっちゃいな。もうやべえですよ。キャンセルでももう死んだバッテリーだから終わり。